ああ、終わっちゃった、映画。面白かったね。てかさ、うちに来すぎだよ。いや、楽しいんだもん。なんか、しげちゃんってさ、女友達みたいっていうか、楽なんだよね、一緒にいて。しげちゃんって、まあ、色気ないじゃん。おー。男の色気みたいな感じないから、なんかこう、呼べるんだよね、家に。普通のね、男の子だったら私ちょっと、無理かな、緊張しちゃうから。男の色気はないよね、全然ね。はぁ、あ。いらっしゃい。ごめん、ちょっと今番組、録画しててさ。え？お邪魔します。しげちゃんだよね。吐きそう？大丈夫？大丈夫。なんかドッキリじゃなくて。セクシー？いや、変。あっちな、この部屋。え、ねえ、てかさ、聞いて。この前さ、ゆみちゃんがね、サンドイッチ食べようと思ったんだって。で、食べる直前になって気づいたんだけど、それ、食パンじゃなくて、はんぺんだったらしいんだよ。めっちゃ面白くない？今鼻がピクってなったね。あっち部屋。クーラーつけ。あっちけど大丈夫。これ開けすぎじゃない？ちょっとメイクしてんじゃん。かっこいい。前衛的。不慣れじゃん、不慣れじゃん。今日な、ここに来るまでの道で柴犬とすれ違って、うん、で柴犬よしよし視点、うん、したら、うん、手に毛ついて、うわうわって吠えられてん。犬がそんな悩ましい声出さないでしょ。うわみたいよ、そんな犬がいるなら。おもろい。うん。あっち部屋。だから何、クーラーつければいいじゃん。え、どうしたの、しげちゃん。なんか今日ほんとおかしいよ。ああれか、私が色気ないとか言ったからごめんね。そういうつもりじゃなかったんだよね。なんか変な方向に導いちゃった。変だよ。変だよね。あ、今通常のしげちゃん、うん、あ、よかったよかった、みたいな。怖くてさ。あっち、そうそうそう、怖くて。いや、なんかさ、うん、ね、うん、ずっと気になってて。私のこと気になっててくれたんだけど、だけどなんかやっぱ色気がないからみたいなさ言われて、なんか自分の中の竹野内豊と反町隆史を出した。結果、結果私いつものしげちゃんの方が好きで。本当？うん、確かに色気はないかもしれないけど優しいし面白いし。本当？うん。じゃあ顔洗ってくるね。うん、早く洗ってきて。クレンジング使っていいから。うん、はあ、ああ気持ちいい。それやめてって言ってんじゃん。